こんにちは。タスケです。汚れていても、掃除の仕方がわからない、エアコンの室外機。今回は、このエアコン室外機の掃除を、この方に教えてもらいます。家事研究チャンネル、アンディさんです。タスケちゃん、そしてタスケの DIY をご覧の皆様、はじめまして、家事研究チャンネルのアンディと申します。今回はコラボしていただいてありがとうございます。私も自分のチャンネルでお掃除とか片付けとか家事について発信しているので、こうやって一緒にコラボできてすごくすごく嬉しいです。今回は私の動画からエアコンの室外機を掃除していただけるっていうことで、私から何点かエアコンの室外機のお掃除についてお話ししたいなって思います。まずエアコンの効きを良くしたいとか電気代を安くしたいっていう方は、必ずねエアコンの掃除っていうのが必須になります。その他に外にあるエアコンの室外機もお掃除することによって、その効果がアップされると言われています。エアコンの室外機は基本的に外にあるので、泥とかホコリが溜まりやすくなります。この泥、砂、ホコリを放置してしまうと、エアコンの効きが悪くなってしまうという形になります。なので今回は一緒にエアコンの室外機を掃除して、電気代節約していきましょう。なるほど、勉強になりました。それではアンディさん、よろしくお願いいたします。はじめ。じゃあまずは濡れ雑巾とかで外観を拭いていきましょう。お外にあるものなので、結構ホコリとか砂とかが表面にこびりついていると思うので、簡単に落とせると思うので、しっかり落としていきましょう。上だけじゃなくって側面とかも結構ねしっかり拭いていくと、後で全然違うと思うんで、ここはね丁寧にやった方がいいと思います。泥とか砂とかの汚れは基本的に水拭きでほとんど落ちると思います。なんですけれども、汚れがひどい時とか、ここは落としたいっていう時は洗剤とか使ってもいいと思います。次はウェットシートでフィンカバーを掃除しましょう。フィンカバーは結構細い網網になっているので、ウェットシートを少しね先っぽを尖らせながら、こう指でやっていくのがいいと思います。どうしても指でやりづらい場合は、割り箸とか使ってこうやってやっていくのもおすすめです。あと結構編み編みがたくさんあって、一個一個やっていると時間もかかってしまうし、労力も必要になってくるので、汚れが目立つところとか、ここだけはやっといた方がいいっていうところだけやっておくのもいいと思います。フィンカバーの目は結構細かいので、雑巾とかでやると目が詰まってしまってやりづらいので、ウェットシートでやるのがおすすめです。おお、結構汚れが落ちましたね。うちのやつもそうだったんですけど、外にあるので結構黒くなるんですよ。このくらい汚れが取れれば合格なんじゃないかなって思います。続いては裏側のフィンの部分のお掃除です。裏側は小さなほうきとか歯ブラシとか、あとは掃除機とかで吸い込むのが効果的です。裏側にはホコリが溜まっているので、さっさとホコリを除去しましょう。タスケちゃんが持っているようなほうきとか歯ブラシとかで、こうフィンの裏の小さなホコリ、そして周りの大きなゴミとかを吐いていきましょう。もしハンディ掃除機を持っている方は、小さなホコリをハンディ掃除機で吸い込んでしまうのも一ついいと思います。仕上げの歯ブラシ、とってもいいですね。これで大きなほうきで取りきれなかったものっていうのを細かいところ落としていきましょう。おー、ピカピカになってる。丁寧にやってくれたので、すごくピカピカになってますね。後ろのフィンの部分もバッチリだと思います。ここがね綺麗になってるとだいぶ違うと思うので、これはかなりいいと思います。タスケちゃん、お掃除お疲れ様でした。とっても丁寧にお掃除していただけて、横とかねフィンの部分とかも綺麗になったので、素晴らしかったんじゃないかなって思います。
エアコンの室外機のお掃除って結構業者を呼ばなきゃいけないんじゃないかなって思う方いらっしゃると思うんですけど、こんな感じで簡単に自分でもできるので、ぜひぜひやってみてください。簡単で綺麗になる方法、ありがとうございました。アンリさんのおかげでとても綺麗になりましたね。それでは、タスケの DIY をご覧の皆様、本日はどうもありがとうございました。私のチャンネルでもコラボ動画上がっているので、ぜひぜひよろしくお願いします。タスケちゃん、またコラボしようね。それではさようなら。